の炎は友人ジャッカ。奴の手に落ちるとはね。村政とは一体。奴は無効常駐という能力塔の中に入り込み、自らの思うがままに操る。こいつまるで遊んでいるみたいじゃないか。イチゴ。村政の野郎。総隊長殿。現世の従礼地カラクラ町。なんだって。なんで村政のやつがカラクラ町に。とにかく脱出が先じゃ。はっ。あ、イチゴ援護しろ。下がれたか。わしなら大丈夫じゃ。月夜戦争。これをどうやって突破すればいいんだ。時間さえあればこやつを手なずけることはできよう。封印が解かれてしまう。封印ってなんだ。その主である死神コンアを他人の内なる世界を犯し反旗を翻したのじゃ。村政により操られた残酷ソウルソサイティは大混乱に陥った。そんなことが。その封印の場所がコンアと一つになったならば消滅せんとも限らぬ。俺のせいで。月夜天将間に合わねえか。くっ、俺が奴を止めないと。真上で勝負だ。なに、しまった。村政はどこだ。奴はカラクラ町に向かってる。ああ、状況は最悪ってとこだね。ここから脱出させることがせ。わかった。挽回。挽回。一目必要じゃぬ。てめえは俺が絶対に止めてやる。じゃあ改めて竜神ジャッカを取り戻すとしますか。今こそ全ての我が力を差し出しましょう。そんなにかしこまることはねえぜ。こっちには4人の隊長格がいる。だからさっさと片付けてさ、行くぜ。